79.5 Radio Mayhem. Hello. Drive. Monday. 皆さん、こんばんは。本日月曜日のハロードライブ、ハロドラは、普通の女の子もやってみたいかな。な、鈴木愛理と、普通の女の子やってみたいな。ジュースジュースの宮本かりんでお送りします。この番組は月曜日から金曜日まで現役ハロープロジェクトと OG を中心とした日替わりメンバーが深夜のドライブタイムやお休み前の皆さんに夜の夜の今時の女子トークをお送りしていきます。はい、今日の自己紹介はですね、ピンククレスの二瓶優香ちゃんからもらいました。今から人生やり直すとしたら、もう一度アイドル、オア、普通の女の子ということで、はい、これね、かりん的には、高校生、高校1、2年ぐらいで、大学1年ぐらいでスカウトされたい。そこまで普通の女の子やってみて。はい。それが多分なんか、すごいやばいコースでも、それって女の子からするとちょっと遅いじゃないですか。まあそうだね。だから男の子に生まれて、で、あの大学1年ぐらいでなんかミスコンみたいなやつでしょ。そうスカウトされたい。なんか、なんとかノンノみたいな、メンズノンノみたいな、惜しいな。あとメンズだけだったメンズノンノとか、あとジュノンボーイとかになんか送りないよとか言われて、なんか送りたいイケメンで。全然いいじゃん。それ一番王道コース。まあ、早かったからね、私とかりんちゃん入ったのが。そうなんですよ。若かったからね。ちょっとね、あの小中高と何にも知らないで行ってしまった。私もあの別に多分普通にもう一回やってもアイドルになりたいっていう理由はあるんだけど、その、アイリー全然昔笑わない子で、アイドルになってお母さんが一番良かったなって思ってることが笑えるようになったことなんだって。それぐらい笑わなかったんだって。この子人生何楽しいのかしらぐらいの感じだったらしいから、全然なんか慣れたことは良かったし、多分なってなかったらもっとツンケンしてるから、全然良かったし、もう一回これにこの道を選びたいんだけど、なんかその逆に小中高アイドルだから普通の女の子の生活がわからないっていう点で見ると、そうですね、体験はしてみたいよね。どうなっていたのか。もしかしたら普通の女の子で始めてもまたアイドルになるかもしれないし。そうなんだよな。結果多分また同じ道をたどるのかなって思うけどね。そうですね、人生やり直すとしたら小学校に入る前からやり直さないといけないわけですから。そうなんですよ。どうなりますかっていう感じですけど、でもいいかな、もうやり直さなくて。私やり直さなくていいや、全然。一回週末終えて、輪廻転生ですね。何、ごめんちょっと分かんない。一回この人生はちゃんと週末終えたいですね。、はい、今マリーナ転生って言った？え、リンネ転生。あ、違う、マリーナ転生って聞こえた。何と思っちゃった。はい、なるほどね。したいですね。なるほどね。まあ、それはね、なんか信じる信じないはね、人次第らしいです。私はもういいや、この人生でいい、悔いなし。まあもう悔いなく生きていきましょうね。うん、これで OK、もう次につなげよう。はい、次の時代につなげよう。はい、ということでざっくりですが、月曜日はこの2人でお送りしていきますので、本日も最後までお付き合いください。ここからは月曜日限定コーナー、本日はハロドラ限定ハーモニーハモドラ。はい、このコーナーはリスナーさんからのリクエストソングを2人で歌ってみるというコーナーでございます。はい、今週も来てますので、ここでしか聞けない永久保存版のハーモニーをお届けしていきましょう。はい、ということでね、このメールはね、あの、ハモドラ専用メールじゃないんですけど、何、ちょっと気になったので紹介します。はい、ハロドラネームチキンタルタルさん。はい、アイリちゃん、カリンちゃん、こんばんは。こんばんは。僕は昔から2番の A メロ B メロが大好物です。わかるよ。1番のサビで盛り上がって、落ち着いてからまた始まっていく感じがすごく心地いいんです。わかるよ。最近だと椿ファクトリーの独り占めがいいですね。あとマノちゃんのマイデイズフォーユーも好きだし、ミキティのロマンティックカレーモードもワクワクします。まだまだいっぱいありますが、お二人の曲だとアイリちゃんはボーノの夏だから、カリンちゃんはワンダフルワールドがパッと浮かびます。なるほど。実際に歌ってるご本人は心地よさって感じますか？あってから15分でか。へえ。そこか。でも分かる、2番の AB が好きなのは分かる。そう、でも2番の AB って2番の AB から聞いたらうんってなるじゃないですか。なるだからこその味ですよね。そう、超いい、深いからいい。そう、内容を詳しく話してる感じが好き。そう、なんか詳しくは2番をみたいな感じ。そう、みんな言うよね、そうやって、曲書いてる人とかもさ。そうです。どうですか？いや、でも歌っててないいなって思うけどないで、 B メロとか歌われくるとちょっといいなって思う。 2B とかですよね、だから B メロ大好きだから。わかります。いいなって思う。いいなって思うの反面、歌ってる時よりもあり、聴いてる時の方が良さを感じるタイプなの。あ、はい、だから
聞いてる側でも全然いいなって思うけど、いや素敵な歌詞だなと思いながら、うん、でも泣きそうな曲とかの2番とかってマジで泣くから、うん、だからもう何にも考えないで歌うようにしないと歌えなくなっちゃいますよね、うんうんうん、入っちゃうよね結構。あダメ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 、濃いからね2番持ってかれる本当に、うん、なんか卒業ソング系のうちら解散する時とか結構最後の方、はい、そういうありがとうとかさ思い出の曲が気持ちが込められた曲多かったんだけど、はい、そういう曲の2番ってやばいんだよね。やばい、なんか濃いんだよね内容がリアルで、なんか懐かしいですね。心地よさはありますね。だから、うん、あるんだろうねきっと。でね、なんかこれはハモドラのコーナーで紹介したのは訳がありまして、はい、ぜひこの A メロ B メロが大好物っていう珍しいご意見をいただきましたので、はい、今日今この何あげてもらった曲の中から1曲選んで A メロ B メロを歌おうっていう、うん、謎の大概サビだけど、ね、サビは今日歌わないっていう。いやそうですね、やろうと思いますけど、どれがいいですかね。どれがいいです。やっぱチュルル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 、正座しました、皆さんが正座しましたよ。正座してますよ。じゃらららら、はい、正座してください。それにしましょう。わかりました。やっぱ先輩ですからね、はい、一番先輩。そこはやっぱ敬意の気持ちを持って、はい、品川庄司さんにもね、はい、敬意の気持ちを持ってね、メイクトゥーツメイクトゥーってやってますから、はい、それの2番の AB ですって。はい、なかなか私意外とねロマンティック彼モード歌ったことないんですよ。私ね歌おうと思って何回か挑戦するんですけど、うん、声が致命的に合わなくて歌えないんです。そう合わないんですよ。合わないキーが結構低めなんですね。あそうかもそうかも。藤本さん、ミキティさんやばいそう、マッチさんみたいになっちゃったマッチさんみたいになっちゃったけどミキティさん、そう、藤本さんの曲結構低くて、うん、そっと口づけてとかもなんか、あ大好きあの曲。なんか裏とかに行くんだけどなんか結構低めで行く、てんてんてんだもんね、A メロね、からちょっとねおかえちゃんがちょうどいいからねこのキーは。いやそれぐらい低いし高いしですけどね。早速 A、B までですよ。はい2番の、はいはい、サビはダメだよタッチは。わかりました。絶対回らせないんだからファンのこと。わかりました。クラップして回るとか絶対させない。絶対ダメはい、うん、じゃあその直前で終わりにしましょう。はい、じゃあ一緒に歌いましょう。はい、せーの。お家に着くまで目も見ずに一目散それでも半信半疑だし変な気分夜の9時になったら電話が欲しいときっぱり時間書いてあったそこにぐっと来たな。めっちゃわかる。ここよくね、特に夜の9時になったら電話が欲しいときっぱり時間書いてあったっていいよね。いやわかる。わかりやすくていいよね。いやもうその時間待ってるんだろうな。つんくさんって天才。いやもう天才。天才。本当に。いや。ちょっとやっぱこの曲はおたげしたくなっちゃうんですよね。いやわかります。なんかさ、私最近なんかそのホロプロ辞めてから、はい、なんかいろいろとこういろんなこういう曲とか歌うときにおーとか、はい、ふーとかなんかやりたくなっちゃうっていう話をするの。はい、そうするとアイリさんはアイリさんがピンチケだった件って書いてあるけど、ピンチケって何？ピンチケって言うんだねそういう人たちのこと。いやなんかあれじゃないですか、一人チケットってこと？え、ちょっと分かんない。なんか確かピンクチケットかなんかだった気がするけど定かではないです。多分ねなんかピンクチケットって若い方のチケットだったような気がするんですけど、なんかそんなような話を聞いたことがある。そうめっちゃなんかねツイッターに書かれるの、鈴木愛理さんピンチケなのかもしれない、わらわらみたいな書かれるんだけど、よくわかんないの。ピンチケってなんかもう一人のチケットみたいな。なんかこれって48さんの方の用語みたいですね。そうなんだ。だから劇場で中高生向けのチケットはピンク色のチケットで、一般男性は青色のチケットらしいんですよ。あーそうで、だから若いファンの方はすごい大はしゃぎするからピンチケって言われてんだらしいですね。なるほど。解決勉強になりました、はい、以上です。はいはい、ということで皆さんから私たちに歌ってほしい曲を募集しております。ハロプロの曲から誰もが知ってる名曲までじゃんじゃん送ってきてください、うん、そうね、ハロプロの曲が結構いいらしいんですけど、うん、そう意外とそっちの方ができればハロドラですからね、うん、そうなんです。歌っていきたいのでぜひ皆さん送ってきてください。はい、すべての宛先はハロアットマークレディオハイフンネオドット JP HELLO アットマークレディオハイフンネオドット JP まで。初めてメールも大歓迎です。採用される確率が高いですよ、はい、ぜひお待ちしています。件名は何曜日ハロドラコーナーコーナー名でもらえると助かります。続いてのコーナーはこちら、ふつおた係。イエイ。
このコーナーはですね、リスナーの皆さんからいただいた質問や、ちょっとこれ聞いてや新コーナーのご提案などなど、さまざまな便りを紹介していきます。はい、まずはこちらです。ラジオネームハードボイルドリクさん、何かと危ないかりんちゃん、そしてさらにもっと危ないアイリさん、こんばんは。こんばんは。そんなことないよ、以前から気になっていたことがありメールしました、内容はかりんちゃんの趣味についてです。かりんちゃんは危ないデカシリーズや柴田恭平さんが好きなのですか？以前のブログで柴田恭平さんの走り方を見て刺激されたとか、映画さらば危ないデカを見たというお話をされていたので気になってまして、かりんちゃんは危ないデカシリーズはテレビ映画は全て見られているのでしょうか？ぜひ教えてください。あとできることなら愛理さんに危ないデカシリーズの魅力をプレゼンしてもらえないでしょうか？それではまた送るぜベイビーだって。いやーこれね、ベイビーやばい。柴田恭平さんマジでかっこよくて、そのなんかさらば危ないデカを多分テレビでやる前に、その全話放送みたいなやつやるじゃないですか。やりますね。あれを見て多分すっごいかっこいいって思った。あ、じゃあ全話見たの？その時にだからちょっとその忙しいから全部見たらもうやばいから、だからなんかちょびちょびそのなんかずっと流しといて見てる感じだったんですけど、マジでめっちゃもうかっこよかったし、もうねちょっとね、私はもう柴田恭平さん派というか。結構おっさんずラブ派ですか？まあおっさんずラブ派なのかな私、どうなのかな、でもすごいかっこいい。もうだからとにかく見たらわかります、なんか醸し出してるそのオーラが。最近でもあんまりいないよね、そういうダンディーな、なんだろう、もう絶対にお父さんよりも年上みたいな俳優さん。そうなんですよね。みんな若くない？若い。探そう。そうなんですよ。でもこの間スーツで織田裕二さん見て、見たー。でもスーツ超面白かったよね。面白かった。超面白かった。でもね、私織田裕二さんで一番好きなドラマがあって、そのレンタルで全話見たんですけど、それはお金がないってやつなんですよ。何、お金がないっていうドラマ？そう、知ってますかね？知らない。すっごいね、めっちゃ面白くて、まあ、こうあらすじ話し始めちゃうからちょっとダメなんですけど、ちょっとだけ話して。あ、でもそのもともとお金がなかった織田裕二さんがお父さんで、そのでなんかもともとお金がなかった織田裕二さんっていう文脈めっちゃやばいけどの役ね、役で、でなんか、まあ、子供が2人いたのかな、でなんかどんどんなんか成り上がりストーリーで、でもお金を持った時にそのなんか本当にお金がなかった時のことを忘れちゃってみたいな、なんかちょっと心が温まる系の。あ、でだからなんかすごいこう昔のドラマ、昔ほんと昔のドラマです。へえ、何年代だろう。東京ラブストーリー。いやもう結構前とか、前、私生まれる前とか。いや本当にあのね、でもすごい心が温まるんですよ、ね、どこで見たの？あの普通にレンタルで全部借りて。あ、そうか、見てたね。へえ、でもね本当見てください。やば、本当見てくださいってまとめてきた。そう、本当見たら分かるんですよ。なんかでも口で伝えられない。デカシリーズでしょ。なんか出てるもので感じ取ってほしいんですよ。なんかもう水谷豊さん好きだもん。あー素敵ですね、ダンディ。水谷豊さんがどうする、もし街歩いてて水谷豊さんが超黒いめっちゃ光沢のある車から出てきたりしたら、はい、ビビるよね。ビビる。映画かなって思わない？いや、カメラ？カメラ？カメラ？ドッキリ？カメラかな？ドッキリって思うでしょ。そうなんかいいよね。いいですね。そういう最近そうだね、スーツ良かったな、見たな、アイリも。いやー、今期ちょっとドラマ終えてなくてやばいです。おー、ちょっとやばい。追わなきゃ。今期またバックナンバー主題歌やってるドラマあるから。あー、本当ですか？はい、深田恭子さんのやつ。あー、はいはい、ぜひ見てください。見ます。だってさ、ハッピーバースデーっていう曲をさ、はい、書いちゃったらさ、もう他のそれを超える誕生日ソングのタイトルなんてなくない？そうですね。ハッピーバースデーはハッピーバースデーじゃん、はい、クリスマスソングの時も思ったけどさ、はい、すごいよね。ごめん、熱が来ちゃった。いやー、バックナンバーをタクタクされて。そうですね。じゃあなんかまた昭和のテレビドラマとかぜひおすすめのがあったら教えてもらいたいね。はい、アイリも結構好きだから。本当ですか？ロンバケも見たいし。ロンバケも面白かったね。 GTO も昔のやつをHuluで見て、はい、あのネットフリックスかで見て、はい、反町隆史と松嶋菜々子さんが同じ画面に出てるっていう時点でもうダメなの。いやー、もうね、あのね、画面が割れそう。いやでも松嶋菜々子さんで本当に超かわいい。かわいい、めちゃめちゃかわいい。かわいい。そこが結婚されてるんだよ。どう思う、その世の中。どういう世の中って感じだよね。やばい、もう何、絵に描いた夫婦じゃないですか。そう、絶対子供かわいい。いや、かわいいよ絶対。もうそれをずっと思いながら見ちゃったんだけどね。いやね、はい、はい、おすすめです。ぜひ教えてください、何かありましたら。はい、教えます。お願いします、はい、続いてはですね、はい、お叱りのメッセージが届いてます。何、ラジオネームながらしゅんさん、
アリちゃんかりんちゃんこんばんは。こんばんは。かりんちゃんの写真集覚醒の発売に触発されたかのように、アリちゃんも本格的にボディメイクを再開されたようで、その絶品なくびれを SNS で惜しみなく披露されていらっしゃいましたね。ありがとうございます。それに対し最近のハロプロはへそ出しを異様に嫌がる金沢智子ちゃんの影響なのか、へそが見えてない衣装ばっかりな気がします。やっぱりアイドルたるものそのキラキラのおへそと太ももを見せてなんぼだと思うんですよね。キラキラの代表みたいなお二人はその辺どうお考えですか？これ私はね、二の腕出さなければお腹出し出してもいいですよ。うん、もう二の腕だけは死守。本当になんでダメ、あのもうなんか出してるとなんか笑顔になれなくてやば本気でなれない。やば、絶対ダメだ、出しちゃう。そう、絶対ダメ、ダメ。だってなんか今回のハロープロジェクトのコンサートオープニングの衣装が決まってたんですよ、もともとあのどの形、ね、っていうのが、うん、で、まあ、二の腕出すやつだったんです、うんうん、なんかもう笑うのにもう必死すぎて、今、うん、あのオープニング出してんの今。今出さなきゃいけないからもう出すしかない。全員一緒？違います。だからなんか出してない子もいるんですよ、うん、なのになんか知んないけど出さなきゃいけなくて、まあそれはしょうがない、しょうがない。めっちゃ文句、めっちゃ文句。それはしょうがないよ、はい、でもしょうがない、受け入れました、まあ、出されない子もいるから。そうだからなんかまあちょっとまあ文句を垂れたら言いたい気持ちを抑えつつ来てるわけですよ、はい、うん、でもねやっぱ至近距離で二の腕を見られるっていうのがちょっと無理で、やっぱり、うん、なんかそれこそ疲れてる時とか、うん、もう3倍ぐらいに疲れがね、あの来ちゃう。二の腕のこと考えちゃって、二の腕を出してるめっちゃ嫌じゃん。二の腕を出してる状態で至近距離に人間がいるっていうのが無理で、うん、だからその早急に隠してもらっていい。だからその上着を着て、うん、出る直前まで上着着てオープニング SE が始まった瞬間に脱ぐんですよ私。そんな嫌なの？そんなに嫌なんです。だからそう、ほんとそれで、でもステージ立ったら笑わなきゃいけないから、うん、もう二度でーと思いながら今から見に行く人はさ、かりんちゃんめっちゃ無理してんなって思って 笑ってるとか、でもすごい言われてる、すごい笑顔だったはずなのに、うん、なんか新メンバーっていうか、あのビヨーンズの子になんか、うん、宮本さんすごいなんか苦笑いでしたねって言われて、え、ごめんと思って、そんなつもりなかったやっぱ後輩にバレる。そう、バレて、後輩にバレてて、なんか袖でなんか見てる後輩がいて、そのなんか出番待ちで、うんうん、でなんか私はこう踊ってるんですけど、なんか時々そっちの方にニコってやったりとかするんですよ、うん、すっげえ苦笑いだったっぽくて誰か早急に布をあげてください。そう、布欲しい。でもね、このおへそは全然抵抗ないの？おへそは抵抗ないんですけど、私おへそ出すとあんまりなんか、うん、なんだろう、スタイルよく見えない。あー、多分それだよね。最近ハイウエストがちょっと前から流行ってからじゃない？おへそ出さなくなったのって。そう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 、結構みんなね、なんかさ、あの分かるんだけどさ、はい、男の人の願望って、はい、おへそって多分想像よりもちょっと下についてんだよね、はい、だからあのおへそまで出しちゃうとだいぶ短足気味の、そうなんかなるんですよ、見た目がね。そうなの、わかる。なんか一人でだからそれこそその衣装を着て立つ分には私だからいいんですよね、うんうん、二の腕ももちろん、はい、だからその人の形だから、うんうん、でも周りと並べられた時に嫌だよね。もう二の腕とかは特に見えるし、うん、あの上半身だから顔を見ようと思ったら二の腕目に入ってきちゃうし、うん、だしおへそもそのそうそう、足とかもそれこそ腰の位置、そのパンツのその腰の位置とかで、うんうんうん、あの子短んでになっちゃう足なるよね。言うしね、みんなそうやって。そう言うの。だからみんな着なくなるんだよね。そうで、だからあのこうやってお叱りしてるけど、みんながそうやってなんか言うから、みんなあいつ二の腕太いとか言うからこういうことになります。アリは結構、アリあの昔高校生ぐらいの時すごい出してたけど、はい、逆にアリは出しすぎてめっちゃメンバーにあの出しすぎだってめっちゃ言われてた。いやでも出せるだけ、どっちかなのよ、はい、ファンに喜ばれるかメンバーにいろいろ言われるか、どっちか、どっちを取るか。そうだって自分だけ出したら変に目立つもんだって絶対。あ、そこなのよ、そこ、どっちかよ。私は出したくないから、そこまで。そうだよね、うん、あいや別に最近出してないね全然。足長効果は絶対ハイウエストだもんね。わ、うん、かるよ。でもグループだと周りと並ぶから、うん、みんながやるならいいけど、うん、一人だけやるのきついよね結構ね。いやちょっともう短足になっちゃう。しかも身長低いから、ね、私とかは、うんうん、できないです。なかなか皆さん難しいんですよ、事情があるんですよ。いろんな事情があってね。おへそが見たいなら写真集を買ってくれっていう。そうそうそうあのね、写真集はみんな出してるから、ちゃんと。そっか、私出してないよ全く最近。写真集ね、まあちょっとね、あのフォトブックの皆さんは出さない子もいるんですけど、うん、え、あのさ、フォトブックと写真集の違いって何なの？水着がない子もいる。あ、そういうことじゃないですか、多分。そういうことね、はい。多分ね、あのうちの金沢さんは水着なかったけど、うん、その代わり部屋着だったから、うん、思った以上にエロかった。
あ、見たいとか言ってあ、見たいかも、エロかった、あ、見たいわ、水着よりもエロを感じてしまった、全然、意外とね、着てる方がエロいっていうのがあるから、そうそう、いいや、やめようこの話、うん、はい、ほんと深夜、いけないいけない、いけない、はい、次もありますから、いきますよ、ポンポコいきますよ、はい、ファミリーネームアニックさん、はい、アイリちゃん、カリンちゃん、質問です。お二人はどんな枕で寝てますか？高さや材質、硬さなどの好みありますか？また外泊が多いと思いますが、枕が変わっても寝れますか？超ドSな回答お待ちしています。だって、私どこでも寝れる、アイリもどこでも寝れる、おしまいごめん、別にこだわりないよ、なんでもいいや、うん、でもなんか強いて言うならストレッチネックだから、バスタオル丸めるのが一番いい、あ、一番いいよっていうぐらいかな。じゃあむくまないために、なんか首を壁にかけ、なんか立てかけるみたいな、わかりますかね、こんな感じ、伝わるかな、直角、直角ってこと、首が、そうそうそう、首直角な、なんか見えで見違えるじゃんそれ寝るのが結構むくまなくておすすめ。首柔らかいね、むくみたくなかったらそれやりって思う。いや、その分首おかしくなるじゃん、だって、いや全然なんない、なんないの、だ、慣れちゃったのかな、はぁ、いろんな人がいますけども、まあ私たちはあの枕にはこだわりはないということでね、はい、ないです。あのその番組のディレクターさんは、あのホテルの泊まった先の枕が良すぎて、どこの枕ですかって聞いて買ったことがあるらしいぐらいね、素晴らしいこだわりがありますからね、うん、枕はね、あの良質な睡眠が大事ですから、皆さんぜひ、そうそう、良質な睡眠、そう、ディレクターさん見習って、見習って、いいのがあったらすぐ聞いて、はい、そうっていう感じで、すぐ買って、それで、そう、すぐ家持って帰る、行動しないとね、始まらないから、そう、すぐ聞いて、すぐ買って、はい、すぐお家に連れて帰るということでね、はい、アニングさん、ありがとうございました、頑ます、以上、ふつおた係のコーナーでした。はい、ハロドラではこんな感じで、皆さんからの質問、新コーナーへのご提案、私たちに聞いてほしいちょっとしたことなど、いろいろお待ちしています。はい、宛先はハロー @radio-neo.jp、 hello@radio-neo.jp まで、初めてのメール大歓迎、読まれる確率が大きいです、ぜひお待ちしてます。件名は何曜日、ハロドラ、コーナー名でもらえるとディレクターさんが助かりますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。深夜24時からお送りしてきましたハロードライブ、ハロドラ、そろそろお別れの時間です。今回のハロドラどうでしたか？そうですね、やっぱり、はい、すごい楽しかったんですけど、はい、一番のハイライトはどこでしたか？え、やっぱりアイリ、もうすごい楽しかったんだけど、はい、やっぱりハイライトってやると選べないんだけど、はい、どちらかといえば楽しかったなっていうところはどこでしたか？そうですね、どちらかといえば楽しかったなっていうところはあんまり、そうですね、こう考えつくところはないんですけど、ということで、この番組ではですね、ツイッターで番組に関するツイートもお待ちしています、はい、ハッシュタグハロドラをつけてツイートしてもらえれば、私たちが漏れなくチェックしますので、よろしくお願いいたします。はい、そしてハロードライブの番組ホームページもチェックしてください。レディオネオのトップページのバナーからアクセスできます。はい、ここでハロープロジェクトとジュースチュースからのお知らせです。ハロープロジェクトはですね、ハロープロジェクトの毎年恒例のね、コンサートが、どんどん続いていきますので、まあね、もうね、この時には岐阜のライブが一番近いのかなっていうふうにも思いますので、うん、ぜひ来ていただけたら嬉しいなというふうに思います。出ます、鈴木、岐阜、はい、で、ジューシューズはですね、単独のライブハウスでのライブもありますので、はい、詳しいことはですね、ハロープロジェクトのオフィシャルホームページをチェックしてください、お願いします。はい、そして鈴木アリからのお知らせです。鈴木アリはですね、エモード学園系列の、卒業制作発表会、未来創造展というものに、出ます。名古屋も終わっておりまして、次は東京で行います、武蔵野森総合スポーツプラザ、そしてその後は大阪で行いますので、こちらもちょっと大きな会館でやるみたいなので、ぜひ皆さんこの機会に、年始めの鈴木愛理のライブ遊びに来てください。そして、モデルのファッション関係のコレクションも決まっております。少し先なんですけども、こちらの方も忘れずに日程を押さえておいてください。よろしくお願いします。ということで、明日火曜日はピンククレスの夏焼みやびちゃん、小林ひかるちゃん、椿ファクトリーの尾形梨沙ちゃんの3人でお送りします。明日も深夜24時からチェックしてください。それではハロードライブ、ハロードラ月曜日、ここまでは鈴木愛理とジュースチュースの宮本カリンがお送りしました。それでは皆さん、また来週。